噂のタムッティじゃないですか。タムッティ。タムッティータムッティー。はい。まあ僕あの、今回の映像っていうのは見たことがないと思いますんで、吉田さん言ってること変わらんなーっていうところを確認していただいて、あの4年5年僕も,もう変わらずもう徹底的にやってるだけですから、うーん。本当に大事ですね。だからあとは、あの、タムッティに足りてないところがあるとするならば、 もう売上なんですよまあこれ言ってたと思いますけど売上ですもう完全に売上にフォーカスするっていう結果を出す結果にコミットするっていうところが足りてないですよだからあのあった通りその動画をアップロードするということが目的になってる目的は何ですかと売り上げを作ることなんで僕もいろんな動画アップしてますよなあそうそうそう昨日もそのなんだ買い物してきましたみたいな動画もアップしましたしもうありとあらゆる動画アップしてますよだけどそれでも売り上げ絶対作ってるんですよ で、それは何でかっていうと、売り上げにフォーカスしてるから、もう、いろんな動画をアップしたとしても、絶対作るっていう、絶対作るっていうね。で、作らないと僕、飯食えないんで。で、もし、その、だから以前も、その、あのここ座っていう時は、他の動画一切アップせず、だから、去年のマフィア D か、去年のマフィア D っていう販売した時は、他の動画一切アップせず、マフィア D のその、無料コンテンツだけアップしましたからね。だから、ここぞという時はもうそれしかアップしないし、とか、 だからそれはもうありとあらゆる。ただ今は結構もうファンの方も増えてるので、まあ逆に言うと、その他の動画アップしないと寂しいっていうところもあるので、他の動画もアップしつつ、エンタメ性の動画もアップしつつ、しっかりと売るところは売るっていう。だから今回も2回プレゼントを配って、関係性濃くしてっていうのをやってるわけじゃないですか。うん。そう。やっぱね2回目は結構し,しんどいな、みたいな思いましたけど、うん。でも、まあ今回のプログラムはめっちゃいいんで、 まあそれを伝える上でも、まあね、このきっかけ、一人一人にこう、なんかこう、お伝えできるきっかけにもなるわけじゃないですか。僕はワンツー撮ってるんで。だから、あのやり方でもしっかり売るために、こういうことをやってるってことです。ドリアカでもアンケート取ってやりましょうって話してますけど、もうずっとやってますから、僕、本当に。うん。だから、まあ、ああ、結果にフォーカスして、結果が出るようにこう、改善していくってことですね。ただやるっていうのは、もう、 ダメですよ、ね。うん。はい。ということで、頑張ってくださいで。今回のセミナー映像、参考になると思うんで、今回のセミナー映像を勉強したら、それを100個ぐらいアウトプットできる。できます。できるんです。<laughs> ネタに使いますからね、はい。あとは、あの、タムッティさんの場合は、なんか自分の言葉で言ってないですよ。な、なんやろな。なんか聞いたとか。まあ、その聞いた、んだからその言い方なんですよね。俺はもう、俺、俺だと。 俺のものだみたいな感じで、俺はジャイアン的な感じで、自信を持って言った、言うべきですよ。最近こんな聞いたんで、なんちゃらじゃなくて、自信を持って俺はこう、こうだよっていう。だから僕なんか話してる内容って、もちろん自分の経験が結構あるので、それ話してますけども、もちろん他人から聞いた情報だったりありますよ。全然ありますよ。勉強したことだったりとか。うーん。だけど、それを主軸にして言っちゃうと、自分の言葉じゃなくなっちゃうので、うん。 自分が自信を持って伝えるってことは大事ですね。うん。だから今日はこのテーマでお話ししますと。で、そのテーマは、ここで聞いた情報だけど、これ言わずに、今日はこのテーマね、お話ししますでいいじゃないですか。別に、ここ言う必要ないですよね。これで、これ最近、なんだ、無料でもらったんですけど、みたいな。らいらないですよね。うん。 例えば、これで使うんだったらですよ。例えば、使、もし使うんだったら、今僕1000万のコンサル入ってるんですけど、1000万のコンサルって受けたことありますただあんまないと思うんですけど、僕1000万のコンサル受けてって、そこで今日は学んだことをシェアします。ってなるとそれはいいんですよ。1000万で何なら、えもう、あの、なんだ、な、習ってんのって話になるじゃないですか。だからそれはもう使い方なんですよね。なんかその言い方、伝え方。そう。 だってその1000万のコンサルなんか受けられないですよね。うん。でも、受けてんですかみたいな話じゃないですか。何話したなだ興味深いですよね。どんなこと習ってんだろうみたいな。だそれは、あの、使ってもいいと思いますけど、そういうのはね。それなんかその、まあ今は極端な例ですけどね。うん。はい、頑張ってください。では、またお待ちしております。